その時、野原の北側に畑を持っている平次が、キセルをくわえて懐出をして寒そうに肩をすぼめてやってきました。平次は百姓も少しはしていましたが、実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました。平次は拳銃に言いました。やえ、拳銃、ここさ杉植えるなんて、やっぱりバカだな。第一、おらの肌着は日陰にならな。拳銃は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが、言えないでもじもじしました。